カンナナフィーバーズネオをご覧の皆さん、こんばんは。Spotify の芦澤のり子です。フィーバーズチョイスとは、さまざまなジャンルの人が登場し、今最もイケてる、おすすめしたい、大好きなものを紹介するコーナー。今回は音楽ストリーミングサービス Spotify の芦澤のり子さんのフィーバーズチョイス。今回私のフィーバーズチョイスは Spotify が注目するアーリーノイズアーティストです。アーリーノイズとは Spotify がおすすめするその年にブレイクするであろうアーティストを年の頭に10組ほど選出して年間を通して応援しているプログラムです。本日はそこから3組をご紹介します。最初に紹介するのはノーベルブライトです。もともと路上発で、話題を集めたバンドなんですけれども、 SNS の発信力がすごくあるバンドだなと思っていたんですが、路上ライブの映像を Twitter や TikTok で、上げることによって話題がどんどんバズっていきまして、で最近 あのブレイクしているアーティスト皆さんとても、歌唱力があるっていうふうに思っていて、ボーカルの歌のうまさ、表現力、それとその、路上から培ったパフォーマンス力といったところは今後もっともっと大きいステージで飛躍していくのかなということを思わせるアーティストです。続いて紹介するのはバウンディです。彼はまだ若干19歳のシンガーソングライターなんですが、動画投稿サイトにオリジナル作品をどんどん発表していき、そこで大きな再生数を叩き出して話題になってきたアーティストです。バウンディはオリジナル作の幅の広さ、ジャンルが本当にどの曲を聴いても印象が違うというぐらいに、ハイブリッドな印象のあるアーティストで、アーバンの曲からちょっとヒップホップっぽいビート感のあるものから、ゆったりとした曲まで、非常にどれもこれも才能を感じさせる楽曲がたくさん、あります。プレイリストに入れた時のリスナーの反応がとても良く、データから見ても彼の音楽が今の時代に支持されているなということを感じるアーティストです。最後に紹介するのは大地山本です。ヒップホップというジャンルは世界を見てもフィーチャリングということでストリーム数を伸ばしていくアーティストがとても多く、異業種のコラボレーションで広げていくっていう成功例がたくさんあって、大地山本の場合は1枚のアルバムの中でヒップホップの MC とのコラボレーションはもちろんなんですけれども、例えばシンガーソングライターの中村佳穂さんとご一緒に作った曲だったり、ジャズアーティストの桑原愛さんと一緒に作った曲だったり、通常のヒップホップの概念を軽々と超えていくようなボーダレスな作品を生み出して注目されています。いかがだったでしょうか。気になった方はぜひ音楽をチェックしてみてください。3月10日には東京リキッドルームにて、先ほどご紹介したバウンディも出演するアーリーノイズナイトが開催されますので、こちらにもぜひ足を運んでみてください。お届けしたのは Spotify の芦澤のり子でした。ありがとうございました。無理しないというか、お互いこう楽しくやれんじゃねえかなっていつか、もう一緒に寝て生活してみたいなやつは遠いだったのかなみたいな。遠い、初めてだけど初めてだけど、はい、どうした？結構精神的にタフそうだなとか、そういう部分。ああ、タフっすね、遠いはめちゃめちゃ。まあいっぱいいろいろやりましたけど、ドラム、まあこいつが一番なんかこう、まあ本当にちょっとやる気ありそうだなっていうか、この5日間乗り切れたらいけるんちゃうかなみたいな。まだ死なないとは思う。死なないから。
やります。甲子園終わってなんとなくこう、まあ、とりあえず一緒にやろうかみたいな感じで、で、まあ、普通にその後、年末のその企画が終わってもう一本31日にやって、でもそこも一緒にやって、そこはずっと今日まで一緒にいる感じです。お願いします。お願いします。お願いします。久しぶりです。久しぶりです。ありがとうございます。じゃあ全少年の皆さん頑張ってください。はい、明日の昼飯は決まりました。ちゃんと味噌、醤油、塩、ヘルシージュース。あ、めっちゃ好き。なんだっけ。かわいい。かっこいいな。変態すぎるけど、今日これでライブをちょっと考えていいですか。1日目はわりかし本当いつもの遠征に来てライブしましたって感じですね。そして一緒でした。ありがとうございました。僕が一体間違えちゃったってなんですけど、ギターがちょっとめっちゃ苦しかったね。やっぱ変わってからが弦切れてるマッチでやってほしかったぐらい、お客さんと伝わり方も全然違う。歌ってる感じしなくなった。こっちの方がセンちゃんの声に近いから、こっちの音に慣れちゃってるから、でめっちゃ集中してやってるわけだから、もう全然また初めから作れないし、ガンザメになっちゃう。だから俺って悪気だって言ったりしなくて、そういうのがあって、まだこれからだからねっていう。こっちのギターの方が年末にやってたライブのグルーヴが出てくる。だってそんな言われて返品すんの。それはあれですけど、急に使わなくてもいいかな。一回リハでダメとなってるからじゃない。いやいや、今だってもう話して、まあまあ、ね、俺もその思い込みで、あのライブの中で否定してるわけじゃないですよね、すげえ、でもちょっと否定っぽくなっちゃう。否定っぽく聞こえてる。おはようございます。日曜日3年のチャーシューマジっすか。やば2個しか買えないんでごめんな。全然嬉しい。お風呂入りたいと思うから、あの俺らがエア風呂を連れてる。背中洗ったろ。じゃあどうもちやろ。1日目が終わった後からですかね、なんかこう合宿というか、こうこれから5日間待ってるんだなっていうのは。ゴリゴリのライブをしてくるバンドばっかりで、アイワズもフォーエバーヤングもなんかすげえライブをしてくるしてきて、すげえなとは最初、まあやばいなって正直思ったんですけど、でも、自分の好きなことやってて、でまあ監禁合宿になって朝起きてドラムが目の前にあったら叩けるし、まあ、すげえ幸せなことなんじゃないかなって思いますね。はい、今日はありがとうございました。フォーエバーヤングの、まあ、クニさんが、面白かったんだけど、なんか涙出そうになりましたね。なんか優しさっていうか。まあ今せんちゃんフォーエバーヤングを言ったけど、もう一バンドに限らず全バンドですかね、感動、涙全部ありますね。番組が愛してやまないアーティストの一夜限りの共演が決定。突然少年、ステレオガール、崎山壮志、そして天童氏、カンナナフィーバーズボリューム2、皆さんライブハウスで会いましょう。
今年印象に残っていること、リハの時あったか、その2人とか3人にしか分かんない会話ですけど、音の出し方、伝え方というか、そのメンバー間でのテンションの伝え方みたいな話をしててっていう感じですかね。今日じゃあリハでもあと何曲かで良くなるんですか。なる。じゃあ別に言わなきゃ分かんない、言わなきゃ気づいてくんない。じゃあこのリハ終わってトイレが納得いくよぐらいのレベルには達そうとしてる。生活面での変化。生活面は、まあでも風呂入ってたじゃん、風呂。4ってこう死とも言えるじゃないですか、感じで。そんな日でしたね、昨日は。もういらないっしょっていう。わー、いい。嬉しい。トイレ持ち込み禁止で。もう動かない体をひしこいてこう動かす感じ、頭に。でもやっぱ台湾の人たちはもう僕ら呼んでるから、もうそんなことは言ってらんなくて、どん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 僕らのもう頭の中もぐちゃぐちゃになってって、パワーは伝わるけど、4人でやってるから4人で一番パワー伝えるのどういう風にやるのか。4人でやってるやったら耳鳴りがまだ止んでくれない、あのメロディーが離れてくれない。ライブハウスで鳴らして変わりない日々を日常を向けて新曲はありがちスムーズにいって、今回せんちゃんが作って曲を作ってるんですけど、もう3日目ぐらいにはだいぶまとまってて、ここにずっといて情報量はその普段の生活と比べたら少ないように思ってたんですけど、でも受け取った気持ちとかの一個一個にすごいこう敏感になってて、嫌でも一個一個が飛んでくるから、もうどっか外に逃げることもできないし、歌詞にももう胸がいっぱいだって書いたんですけど、バンドですか。バンドはまあ、バンドは一生の僕にとってのこう遊びだなって思うんです、ね。なんか、喜びもなんか悲しみとかも。加速させるもの、
すげえ大げさかもしれないけど生きる意味です。せーの、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。試練のトラ120時間終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。冗談の限界をついに感じてしまったのならば、暗い顔しなきゃなのかな。ちょっと潤いたいないが、ドライフルーツソルクさらせな。例えばの話なら、またものっていうのをどうしても作りたくて、これですわって感じでした。はじめまして、ザ・ピギーズの北澤優穂です。よろしくお願いします。次週ローラデイロマンスが登場。さらにスペシャル MC にザ・ペギーズの北澤優穂がスタジオに。お見逃しなく。